地の人と友達になりたかったり、ここはシンガポールです。ここが、スリーヴィランカ寺院です。出ます。スリーヴィランカ寺院です。なんか書いております。何でしょうか。スリーヴィランカ寺院。入ってみたいと思います。こちらがスリーヴィランカ寺院です、中に入ろうと思ったんですが、なんか裸足で入ったり特殊なやり方があるようなので諦めたいと思います。リトルインディア、ちょっと大変そうです。ここはチャイナタウンです。見合っております。チャイナタウンです。先ほど突然の雨が降りました。雨宿りしてまた歩いております。リトルインディアです。お兄ちゃんが可愛いと言っております。外国人も多いです。さっきの雨がいつのように晴れております。笑っております。今からご飯を食べに行きたいと思います。チャイナタウンを出た後に小学校屋さんに来ております。次はどこへ行くかと検討しております。次はマーライオンを見に来ております。マーライオンは歩いていくのかどうなのか、交互期待。食事の後のカロリーメイトを食べております。マーミーは、あ、いや、ゆうこさんはエッグタルトで、以上です。マーミーはカロリーメイトを食べています。ここは、マーライオンパークです。こちらがマリーナベイサンズです。そしてシンガポールフライヤーでゆりちゃんとマーミーです。今日はなぜかマーライオンは噴水を吐き出しておりません。なんででしょうか。夜になったらもしかしたらやると思います。これがマリーナベイサンズです。シンガポールフライヤーです。飛び跳ねております。今からスタバで美味しいアイスを食べたいと思います。ここがガーデンバイザベーの上です。ここが上ですね。すごいですね。後でまたガーデンバイザベーに行きます。ここが上の方が例のプールのようです。でも私たちは入れません。すごいですね。ここがガーデンバイマリーナベイサンズの58階です。ゆりちゃんなんか歩いております。ここがマリーナベイサンズの58階です。あそこがプールのようです。すごいです。ビルディングもすごいです。ビルディングがすごいですね。ゴミの上に競技場があります。すごいですね。香港のあっち何だったっけ名前、こういう景色のところ。マーライクマンドルの写真、あっちを連想させますね。シンガポールは勢いがあります。もう一度あっちのプールを見ていいと思います。セ
リーナベイサンズです。インドの方や中国の方がいっぱいいます。サリーをまとっておりますね。ガミちゃん楽しいですか？疲れましたか？早くショップに行きたいそうです。インド人が騒いでおります。ブラッシュ。ここはマリーナベイサンズの1階、地下2階です。本来スケートリンクのところがクリスマスシーズンだけこういうイベントになっているようです。ファミはスケートリンク見たかったんですが、バイザベイの真下に来てます。ちょっとイルカさんがつまもうと言ったんですが、何をつまむのでしょうか。これからマーミルキロードの写真撮影したいと思います。これがガーデンズバイザベイのイルミネーションです。綺麗です、輝いております。ですね、これからあと数分後に本番を迎えます。始まりました。
ちゃん。ついてよ。
the show and we look forward to seeing you again at the gardens. Thank you.
の人にできるところです。今からオーダーを受けたいと思います。ここはユニバーサルスタジオシンガポールのウォーターワールドです。今からウォーターワールドを見ます。たぶん始まったらカメラはダメなのでこの中見納めです。ウォーターワールド見たいと思います。いや多分撮影時はダメだと思うので撮影後にまた観察して聞きたいと思います。シュレックがおります。マミちゃん、シュレック見てどう思いましたか？マミちゃん、マミちゃんとシュレックです。シュレックがいます。どうもこんばんは、今センサー塗装、ユニバーサルスタジオシンガポールから帰ってきて今ホテルに戻ってきました。今日の夕飯もラーメンです。メイクアップしてやってるからの景色は残念ながらマリーナベイサンズは見えません。あれ光ってるのもしかしてイルミネーションかもしれんね。そうだね、ちょっと明かりがねついたり消えたり隠れちゃってるね。面白いシンガポール高いビルディングがたくさんあります。賑やかな街でした。今日は12月20日日曜日です。今日もう帰ります。今時刻は7時5分です。7時5分だけど7時半にはもうこの最初は来るそうです。超黒くなったんだよ。シルネにこの高級我も連れてて超投げたとこ、ここが、トイレです。ロバです。ここすごいタッチパネルになってました。昨日夜中にピンポンって音が鳴りました。びっくりしました。さよなら。さよなら。はい、これはティーです。お茶です。ゆりこさんがブッドウェイキングしております。
外の様子どうでしょうか。外はこんな感じでした。こんな感じで、で遠くに光が見えて、もしかしたらゆうこさんがマリーナベイサンズの光のショーだと思ったと思います。でもそうではなかったようです。グッバイシンガポール。電源はこんな感じになっていました。日本の対応は非対応でしょうね。はい、では帰りたいと思います。信号よ。カウントダウンいいね。映像が。ピーマチャピーマチャ。こちらないよ。もうすごいね。全部やっぱイギリスだったから、ビクトリーとかね、ビクトリーストリートとかね。ほら、パイプは。そして前が飛びやすい。まだいっぱい入るから。20時間は明天。
Garden by the Bay. Marina Bay Sands. Singapore Flyer. Bye bye. Bye bye. うちにスターウォーズがあったんですが、お父ちゃん見たかったです。ちょっとだけ。ここはシンガポールのチャーギー国際空港です。ターミナル A、 こっちにアイアンマンもいます。かっこいいです。英子ちゃんたちは今買い物してます。チャーギー国際空港、
はチャージ国際空港のハードロックカフェだそうです。ビルちゃんは何か好きみたいです。ここはチャージ国際空港のバタフライガーデンです。生徒がいます。さっき、空港の中入ろうとしたら9時15分とかまだ早いということで、まだぐるぐる回っててやりました。すごいですね。お、これはパイナップルです。この飛行機で帰ります。チャイナエアラインです。チャイナエアライン、さよならチャンギ国際空港。沖縄に帰ってまいりました。今マーメイはカバンを探しております。